ね、聞いて、日本にもハワイがあるって知ってた？福島いわきにあるスパリゾートハワイアンズ、ここではいつでも憧れのハワイを感じられちゃう。巨大なウォーターパークは流れるプールにスライダー、一日じゃ遊びきれないよ。楽しい。ハワイアンなグルメもたくさん、フラダンスやファイヤーショーを見ながら食べるのが最高なんだよね。どうせテーマパークのチープなご飯でしょって思ったあなた、侮るなかれ。骨付き肉はパリッパリだし、何よりこのロコモコが本格でガーリックががっつり効いてて食欲のスイッチ刺激してくるんだよね。あー楽しかったね。聞いて、チーズとお肉で溺れちゃいそう。アロハワイアンズのホテルの中にあるワイキキってお店なんだけど、ハワイと日本の文化が融合してて、旅行好きの日本人にとって最高なことになってた。お子様ランチは可愛すぎて大人も食べたいし、ハイビスカスの乗ったオレンジジュースで癒された。おはの、そしてこのチーズステーキサンドがえげつないうまさなんだよね。お肉とチーズで溺れちゃいそうなくらい挟まってるから、こぼさずに食べるのはもはや不可能。パンは外だけサクッとしてて中はふんわり、これだけ食べに来ても後悔なし。ね、聞いて、最上級の粉コーヒーで一息つきませんか。ホテルハワイアンズにあるアロハカフェでは、本場ハワイの 100% 粉コーヒーが楽しめちゃう。もちろんドーナツやサンドイッチと可愛いフードも充実。紙袋が海外感あっていいよね。プールで冷えた体を温めるのにぴったり。フォカッチャはしっとりバジルが香り、小腹にちょうどいい。隣にはハワイのギフトショップがあって、人気のマカデミアナッツからチップス、クッキー、アロハシャツまで、ハワイ気分に浸れちゃう。あー最高だったな。